野村主久場、野村主久場から1962年2月11日は、土佐の交通王と呼ばれた、実業家。坂本龍馬先生銅像建設会会長。財団法人、板垣会会長。桂浜、坂本龍馬先生銅像の混流責任者。高知城公園、板垣大輔先生銅像の再建責任者。近代交通黎明期に、高知県の海運。 陸運の発展に貢献し、土佐湾岸航路、バス、鉄道等多くの交通事業に携わった。現、高知県交通の前身である野村組自動車部、現、新高知重工の前身である野村組工作所の創設者である。また、私鉄高知鉄道定位秋線に生まれる。母は、北川市13歳の時、銀行勤務の父に伴われて、高知市内に移る。 西南戦争の翌年にあたる、明治11年、高知県人上中学校に入学。明治23年上京して、東京専門学校に入り、政治、経済を学ぶが、明治24年学業を断念して実家に戻る。この頃、結婚をしたが、のほうずな性格から浪費がかさみ、父と衝突して、家を出、明治30年、高知市内に今日移した。 明治30年、内国通運高知取引所を預かり、明治37年、日露戦争の戦地輸送を手掛ける。大正8年8月15日、株式会社の村組自動車部を資本金1万円で設立し、さらに、大正9年と左沿岸汽船株式会社を設立。大正10年、高知工作所を買収し、海陸運輸関連事業を拡大させる。 昭和2年1月、早稲田大学に在学中であった、発起人、入間尻候補の趣旨に賛同し、押されて、坂本龍馬先生銅像建設会の会長職に就任。4月、寄付行為の許可を受け、銅像建設事業に取り組む。昭和3年、株式会社の村組自動車部を野村自動車株式会社と称号を変更した。昭和7年、 貴族院議員に当選。昭和8年、高知商工会議所会頭となるが、昭和14年、貴族院議員に再選。声優開始部長の任につく。株式会社、野村組と野村自動車株式会社を合併して、野村産業株式会社とし、事業の拡大を図った。郷土愛が深く、人望もあり、政財界に通じ桂浜の坂本龍馬先生銅像。 室戸の中岡慎太郎先生像の建立を支援し、1937年、高知、板垣会館の建設にも尽力する。同4月6日の板垣会館落成式に際し、木高下、国士、東山密漁辞典に招いて接待し、乗用車を提供して便利に尽くす。昭和16年、財団法人、板垣会編参書籍 県政と土佐に対し資材を拠出して支援。11月3日、道場を出版させた。実業家として、脱腕を振るい、また、各種文化事業にも取り組む。昭和19年、野村産業株式会社のバス部門が独立し、高知県交通株式会社となるが、大東亜戦争の選挙区悪化に伴い、昭和20年7月4日、高知市内も、 敵機の空襲によって消失するなど、苦難を経験する。昭和21年1月、GHQ の指示により公職追放され、引退して、覇里城に老居した。昭和26年8月、公職追放解除の後、高知県と佐郡塩井天神町に今を移す。この時、参議院議員、寺尾豊を会長とする、野村茂久葉、王子像建設会が組織され、 対象法対比にあたる同年12月8日、除幕式を迎えた。さらにこの頃、押されて財団法人、板垣会の会長となり、戦時に金属教室して、空の台座のみとなっていた、高知城公園の板垣大輔先生銅像の再建事業に取り組んだ。現在、高知城公園に板垣大輔の銅像が存在するのは、この再建活動の賜物である。 昭和35年2月11日死去、満90歳。ありがとうございます。